ムン・ジェイン大統領は、1日、新天皇に即位した、ナルヒト天皇に祝電を送った。祝電の内容は、ナルヒト天皇の即位を祝い、退位した明仁天皇と同様、戦争の痛みを覚えながら、平和のための、固い歩みを続けるよう期待する、というものだった。ムン・ヒサン国会議長も、この日、ナルヒト天皇の即位を祝う祝電の中で、適切な時期に大韓民国を訪問できるよう希望する、との考えを示した。外交関係者の間では、日本との関係改善を模索する動き、との見方も出ている。ところが、北朝鮮は、この日、ムン大統領とムン議長による祝電について、千年の宿敵である日本に頭を下げる屈辱的な行為、と非難した。北朝鮮の対南宣伝メディア、我が民族同士は、南朝鮮の国会が、日本の者どもに宗派を送っている、民族の尊厳と利益を害する反逆行為だ、などと非難した。我が民族同士は、さらに、侍の輩たちと、どうしても手を握る道に進むのなら、民心による峻厳な審判は避けられないだろう、とも指摘した。北朝鮮の動きについて、高麗大学のナム・ソンウク教授は、韓日関係が改善すれば、韓米日関係も強化されるので、非核化を拒否する北朝鮮にとっては、強い圧力になる、とした上で、関係改善を牽制する動きだ、との見方を示した。ムンタン、やばいよな。これまで、日王とか部別語を使って貶めていた日本の天皇陛下の退位、即位にあたって、天皇を使って、祝賀の文書を出した途端、仲良しだったはずの井戸の中の牛ガエルがお怒りのようだよ。ゲロゲロ。慣れないことするからだよ。韓国内のお仲間のロウソクガエルたちもゲロゲロ騒ぎ出しているよ。経済も最悪状況で、通貨危機間近かもという状況で、それも放置していた徴用工賠償問題が、いよいよ煮詰まってきてるよね。日本の経済報復が現実的になったら、いよいよデフォルトだよな。そんでもって、なんとか日本へすり寄り、容日しようとしたんだろうけど、そう、うまくはいかぬ金丸。朝鮮半島の運転手とかって、いいとこ取りして、あわゆくば、格付き金抜き石化南北統一をしようとしたんだろうけど、結局は、暴走を猿の電車の運転手になってしまって、日本はもちろん、米中からもあっち向いてホイされてしまった。慌ててあっちこっちすり寄ろうとしたら、牛ガエルがゲロゲロ。そもそも、冷戦構造の中で、右派と左派が政権を奪い合う韓国の政治構造が、そもそも終わってるのよね。共産主義は、その理念とは別に、全体主義、独裁主義、軍国主義、官僚主義になるのは、歴史的に証明されていることで、その典型が北朝鮮なわけよ。まして、北朝鮮は、孤立した人権無視のテロ国家だよ。そんな国と仲良くして、南北統一大当たりなんて、頭、おかしいんじゃねえの？そんな、頭のネジが外れてるムン政権、政権に就いた途端に終わってたんだよ。ムンタン、本当に、韓国民のことを思うんだったら、反日反米をやめて、180度方針転換し、右派としっかり手を結び、北朝鮮の非核化、体制変換に最大限に尽力すべきだよ。そうすることが、南北統一の近道だと思うけどね。ちょっと真面目にご忠告したけど、ネジが外れてるんだからダメだろうけど、せめて、娘夫婦のいるタイにでも逃げるとかした方がいいかも。北の牛ガエルも、ロシアのプーチンに、いざという時の亡命を頼んでいると思うよ。